はい、4月の30日日曜日夕方4時を回ったので、帰りのダチョウの見回り行っていきたいと思います。どうも、三郷オーストリッチファームのコニタンです。はい、日曜日は一人勤務になることが多いので、一人でダチョウの牧場見回りに行きます。はい、ちょっとね、黒門がね重いんですよ。はい、行きます。はい、ね、一人でねやるのはいいんですけど、喋るネタに困るんですよね。いつもだったらともちゃんと一緒に何かしら喋りながら行ってるんですけど、一人だといかんせん話すネタも何もないと。卵見つけた。よし、じゃあ行きます。はい、ここ12番だね。虫網取ります。今日午前中卵はゼロだったので、もしかするとこの夕方のね見回りでたくさん取れるかもしれない。はい、ごめんね、邪魔しないで。12番ってあまり見ないよね、卵。よし、取ります。意外と重い。はい、12番なんと、まあいびつな卵でしょうか。なんかアリの卵がでかくなったみたいな。はい、12番でした。このガムテープね、ガムテープをもう何枚か切っとくか。牧場だからさ、最近さ、蚊もハエもさ多いんだわ、痛いな。はい、最近虫が大きくなってきた。さて、何も蚊がうざい。虫除けスプレー必須だな。そろ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 虫除けスプレーが必須になってくる時期です、皆さん。12番借ります。はい、ということで、続いていきましょう。もしかしたらもう歩いて回ってって、虫がうざすぎる。歩って回って外に出すか、一旦卵を。うん、ないな。今日はないのかな。
あんなにバイバカスカ産んでたのにな。ごめんね、何もしないよ。おわあ、嘘だろ、あんな遠いとこに卵が。はい、あとはみんなおとなしくしていますね。はい、あそこのすごい遠い卵ぐらいですかね。はい、オスとメスで仲良く巣のとこに座ってるのが気になりますが、いやー遠いってあれは。シマさんの網を持ってきても届かないです、あれは。さすがにやばいな。シマさんの網を最大に伸ばしたとしてもどうなの？届かないんじゃない？もしかしたらいけるかもしれない。うっそ、届かない、ちょっとだけ。ほんとあともうちょっとなんだよ。あともうちょっとなので、一瞬だけ探します。どうも、すいません、お邪魔しました。ね、もうこんな面倒なことをさせないでくれよ。よしよしよし、はい、志麻さんの網は優秀ですね。はい、42番。最近毎度42番が産みます。調子がいいのかな。ごめんね、卵いただくよ。はい、42番。はい、42番の卵ゲット。はい、本日2つ目の卵です。いや、もっとさ、取りやすい位置に産んでほしいな。困っちゃうんだよな、網が微妙にさ届かない位置に生まれるとすごい困る。そうじゃない、ね、せっかくね網あるのに、網が届かないとわざわざさ檻開けてさ危険にね、さらさらなきゃいけないわけで、パタパタしてる、かわいい。
42番でした。42番。オッケー。さあこのまま大屋根を見て夕方の避難に向かいましょう。ねえ、ゴールデンウィーク中だからね、僕たちも動画投稿の方頑張っちゃいますよ。はい、大屋根の方は卵がない。今日は卵ない日ですね。おっとー、はい、と言ってたらあったので取ります。ここは34番。あ、踊っちゃってごめんね。踊るのはいいんだ。まあ、別にさ、踊りが見たいわけじゃなくてさ、ただただね、卵が取りたいのよ。はい、ここまで来れば多分取れる。はい、失礼。はい、いただきんか。懐かしくない、いただきんか。なんだっけ、コロッケだっけ。ついてないところ、いや書いちゃうか。はい、34番。はい、まだ踊ってます。気にしないで行こう。はい、皆さんどうでしょうかね。はい、本日の卵は3つでした。はい、このまま日野さんの方行っちゃいましょうか。はい、本日の卵は3つ。はい、このまま夕方のひなまで動画に撮っちゃおうと思います。ちょっと長くなるかもしれないですけど、お付き合いください。ひな可愛いんで、それは保証するんで。はい、ちょっと待ってね。よし、重いんだなこれが。よし、行くぜ。はい、夕方のひな続けていきます。さて、はい、エアコン27度で入ってます。はい、現在室温は 28.8 度。まあいい感じですね。湿度が 39%、 悪くない。で、天気は晴れました。16時20分ぐらいですね。はい、温度測っていきます。さて、泣いてる。温度測りましょう。ヒーターから一番遠いところ、28.5 度。ヒーターが一番当たるところ、 32.0 度。これは少し暑いかもしれない。はい、 28.2 度と 32.0 度。はい、はい、避難の様子見ていきましょう。はい、
餌はそうですね、餌はお昼からあまり減っていない、朝ほどの減りはないですね。はい、明るいところの方が減りは多いかもしれないです。はい、はい、水の減りもそうですね、あまり減っていないように思います。はい、みんな口が開いている。やっぱりちょっと暑いのかな。はい、とりあえずお水を交換します。誰か足を踏み入れたんでしょうか。羽が浮いている。よし、あまり飲んでないの。フンはしているようですね。さあ、3分の1杯あげます。ついてる形跡はあるので大丈夫そうです。はいはい、みんな集まってます。何してるんだろう。はい、餌やりはおしまい。続いて水ですね。はい、お水をやるので一旦カメラを直置きにします。様子をご覧ください。ここは水を、ここにすればいい。
はい。片方ヒーターを弱にしました。これで少しは、ね、良くなったんじゃないですか。32度ってどうなんだろう。暑すぎるのかな。餌をよく食べてる。いいですね。そこの餌じゃなくてもあるんだけどな。ダメダメ、つついちゃダメだよ。餌はそこじゃなくてもあるからさ、みんなで仲良く食べな。はい。ということで、本日の夕方の牧場巡りプラスひなしゃの世話でした。皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方をお願いします。今後ともダチョウの飼育員の日常について動画投稿していくのでよろしくお願いします。それじゃあ、ミサとストレッチファームのコニタンがお送りしました。バイバーイ。